コルティーナ・ダンペッツォ。コルティーナ・ダンペッツォは、イタリア共和国ベネット州、ベッルーの県にある人口約5900人の基礎自治体、コムーネ。ドロミーティ山脈の麓、と、アンペッツォ地方の中心地であり、登山やウィンタースポーツの拠点となるリゾート地である。1956年には、この町を中心に、東京オリンピック、1956年コルチナ、 ダンペッツオリンピックが行われた。コルティーナ・ダンペッツォは、アンペッツォ地方のコルティーナという意味であり、単に、コルティーナとも呼ばれる。イタリア語以外の言語では、以下のように呼ばれる。日本語文献では、コルティーナ・ダンペッツォのほか、コルティーナ・ダンペッツォ、コルチナ・ダンペッツォなどと書かれる、中黒を記さない場合もある。日本オリンピック委員会、JOC は、コルチナ・ダンペッツォと表記している。 ベルーノ県北部、バルレ・ダンペッツォに所在する町で、アンペッツォ地方の中心地である。県とベルーノから、北へ約 45km、ディエンツから西南へ、約 58km、ボルツァーノから東へ、約 60km、州とベネツィアから北へ、約 124km の距離にある。自治体としてのコルティーナ・ダンペッツォは、 2 5 4 5 1トルとベッルーの県で最も広い面積を持ち、北にボルツァーノ自治県、南チロルと境を接する。隣接するコムーネは以下の通り、BEZ はボルツァーノ自治県、トレンティのアルトアディジェ州所属を示す。ドロミーティの山岳地帯に位置する。中世にはアクイレ例や総司教領であり、ついで神聖ローマ帝国の管轄下に入った。 1420年、ベネツィア共和国によって征服された。1508年には、オーストリア、ハプスブルク君主国に征服され、1511年までに、この地の住民は、マクシミリアン一世に忠誠を誓った。以後、1920年までこの地は、ハプスブルク家が領有したが、ドイツ語話者は、少数にとどまり、在来のラディン語、レトロマンス語群の言語が維持され、 ドイツ語圏に入ることはなかった。1918年までこの地はオーストリアの主権下にあり、1867年のアウスグライヒーゴはオーストリア帝官領、ティロルク領に置かれた21の行政区、ベザークシェイプマンシャフトンの一つ、アンペッツォの首湯であった。18世紀の終わりから19世紀初めにかけての時期にはこの地は、 イギリス人観光客が訪れる土地となった。第一次世界大戦にイタリア王国が参戦した1915年当時、この村の男性のほとんどはオーストリア軍に参加し、ロシア戦線で戦っていた。村には男性住民は669人が残っており、ほとんどは16歳未満か50歳以上、イタリア軍と戦うことを試みた。しかし、 イタリア軍に対する劣勢は一貫、ともしがたく、彼らは退却せざるを得なかった。1917年、オーストリアが反抗を開始すると、この村は、ティロルの民兵によって占領された、イタリア戦線参照。第一次世界大戦は、イタリアの勝利に終わり、この地は、イタリア領となった。第一次世界大戦後、アンペッツオ谷にあった6つの村のうち中央にあった、集落の名を取り、 コルティーナ・ダンペッツォがコムーニの名となった。戦前と同様、イタリア人の上流階級に人気の観光地となった。1921年には、第一次世界大戦中に、オーストリアが付設した軍用軽便鉄道を利用し、ドロミ鉄道、カラルツォディ・カドーレ・コルティーナ・ダンペッツォ・ドッピアーコが開通した、第二次世界大戦後の1960年代に廃止。 1944年の第5回冬季オリンピックコルティーナ・ダンペッツオ,オリンピック開催地として決定していたが第二次世界大戦のために開催中止となった。1956年当地を中心として第7回冬季オリンピックコルティーナ・ダンペッツオ,オリンピックが行われた。オリンピックによって世界的な知名度を得たコルティーナ・ダンペッツオは観光の大衆化。 マスツーリズムが進行した。オリンピックに際してコルティーナ空港が開設されたが、その後閉鎖されている。コルティーナダンペッツォには、以下の分離集落、フラツヨーネがある。デトロマンス語群に属する少数言語ラディン語の話者が、多数を占める。ラディニアと呼ばれる地域を構成する18コムーネの、一つである。ドロミーティの東の入り口として、夏はハイキング、冬は、 スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツを目当てにした観光が盛んで、ウィンタースポーツのシーズンにはヨーロッパのみならず世界各国から観光客が訪れる。そのため別荘が多く存在するほか、ホテルやペンションなどの宿泊施設が充実しており、長距離滞在者向けの安宿から高級ホテルまで各種の宿泊施設が点在している。また、 観光客目当ての土産物店や、グッチやブルバリなどの高級ファッションブランドのブティック、スキーやスノーボード客向けのショップも、市内中心地を中心に多数存在する。伝統的な産業としては、木彫や金属在庫といった工芸品の生産がある。コルティーナ・ダンペッツォでは、以下のような国際競技会が開催されている、もしくは、開催を予定されていた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。